えー、こん今回はですねちょっと男の気合いの話をさせていただこうかと思います特に恋愛にビビっている40代の男性ね金もないし力もない確たる実績もない恋愛に長けてるわけでもないでもそんな自分がね40過ぎて20代の女の子に恋をしてしまった、うん、俺なんかがいいんだろうか躊躇する気持ちは分かりますよ、ね、仮に ドーンとねでっかい金でもあればなんかね自信もつくのになと東京大学慶応大学卒っていうね学歴さえあれば40代でも女の子に立ち向かっていく勇気があるのになと思うでしょ、ね、これさえあればこれさえなければこうしてさえいれば自分も行動できたのに素直に行動できたのにって思うでしょう違うんですよそこがそこが違うあのね金もない地位もない経験もないこれといった学歴もない 何にもない、だからこそ、強気にいかなくて、何があるんですかとですよ。何もない時だからこそ、不利だからこそ、自信がないからこそ。恐ろしいからこそ、最後気合を持って進まないと。それすら失ったら、何が残るんですか。ね、昔サイボーグゼロゼロラインっていうね。アニメがありまして。こういうふうな。ことをね、ゼロゼロライン、主人公が言うんですよ。まあサイボーグゼロゼロラインっていうのは、サイボーグでですね。 001から009まで9人のメンバーがいるんですけども、それぞれにいろんな能力を持ってるんですよ。で、009はね、加速装置って言って、早く動く能力があるんですよね。でも、ある時、悪の手先にこう言われるんですよ。おい、009って。お前は早く動くしか脳がないのかと。その加速装置を失ったらお前には何が残るんだっていうふうにね、問い詰められるんですよ。009はこう答えます。俺に残されたのは、 勇気だけだっていうわけなんですよ。ね、でも、一番大事なのは勇気です。ゼルドラインは確かに他のメンバーのような特徴的な能力がなくて、早く動けるだけ、加速装置があるだけなんですよ。でもその加速装置を失っても、俺には最後勇気があるよと。勇気さえあれば、どんなことでもいけるし、どんなものも突破できるってことを知っていたんですよね。えー、考えてみると、ロールプレイングゲーム、こちらの 主人公も常に勇者っていう立ち位置ですよね。魔法が使えるわけじゃないしなんかヒーリングができるわけじゃないし力持ちってわけでもないしね。なんかつまり自分の仲間を作る時パーティーを作る時に主人公は一番力がないんですよ。そしてメンバーにするみんなはそれぞれ一長一短いろんなね力を持ってるんですよ。でもその卓越した能力を持ってる人が何でね 何もない主人公の味方についてパーティーを組んで物語を進めてくれるのかこれはなぜかっていうと主人公には勇気があるんですよねつまり勇気があるところに人は集まり勇気があるところに困難な未来への架け橋が渡されるんですよだから私は言いたい40代の男性確かに年は食っている青春も過ぎたでも恋をしたらしょうがないじゃないですか、ね、だから その時何も持っていなくてもいや何も持っていないからこそ勇気も手放すのはやめてしまいましょう勇気は手放しちゃダメです向かっていきましょう私たちは確かに恋愛に得意ではありませんよ40代の男一人身でしょう恋がうまくいかなかったからここまで一人でいたんですよ状況は不利ですだからこそ ここは自分の心の中に宿っている男の勇気にね最後頼りましょう、うん、そういうことが私は言いたかったですね何も持っていないからこそ勇気を持っていかないと、うん、だから金の力があれば勇気はいらないんですよどっちかっていうと金の力で押していけるんですから、うんね、お,金にもお金によっていろんな行動するきっかけにはなるんですけどねそれからなんか有名大学卒とかね大きな実績があるとか 誰もが羨むも有名人になるとか、そういったものがあれば、勇気はあんまり必要ありません。勇気がなぜ必要かっていうと、不利だからなんですよ。不利なのに立ち向かっていくときに、勇気が必要なんですよ。自分が有利だったら勇気は入れないでしょ、うん。だから金も力もなかりけりなら、しっかりとした勇気を持って立ち向かっていっていただきたいと思います。今回は、テーマ、勇気ですね。はい。じゃあね、ちょっとコメントを読まさせていただきますね。 いつもありがとうございます。ST さんです。こういう風うにコメント書いてくださってます。いつも楽しく拝見しております。動画の中で私のコメントを採用していただき、とても感激しております。また採用しちゃいました。<laughs> えっと、元嫁さんが8歳下。<ー>離婚後お付き合いさせていただき、女性27歳下の25歳ということで、この年の差恋愛というテーマは興味深い内容です。すごいですね。だからね、年齢が、 上がれば上がるほど、確かに年齢の面では不利ですよ。ね。50代、60代になれば、20代の女性がね、もう、お父さんね、おじいちゃんね、みたいに見てくるかもしれません。不利なんですよ。だからこそ、年齢で勝負をするんじゃなくて、別の分野で勝負しましょう。年齢を重ねたということは、若い者にはない、経験、見識、人脈、その他、数々の実績を練り上げる、人生の実績があると思うんですよ。年齢が進んだ分、 いいなる、ね、愛情が育ままれれていたかもしれませんだから自分の有利なところを使っていけばいいんじゃないかと思うんですよ年齢にこだわれば不利なことばっかりですよでも年齢を感じさせない感性やね行動力とか決断力リーダーシップこういったものに女性の心は震えるんじゃないですかねじゃあ続きを読まさせていただきます 今は再婚する気はもうとありませんが、これだけ稼ぐということに貪欲になっている自分は意味わかりませんね。これはおそらくですね、この方は、えっ、ー、と、再婚する気はないんだけども、ものすごく一生懸命ね、今、お金を稼げているということなんでしょうね、きっとね。うん。まあ、稼ぐことに貪欲になるっていうのはね、私はすごくいいことだと思うんですよ。稼ぐの裏には払う人がいて、払う人の心を動かして心を掴んでるわけですから。ですから、顧客と恋愛してると言ってもいいんじゃないかなと思いますね。 えー、50代独身であれば平均年収、あ、違う。五十代独身であれば年収1000万あれば悠々と暮らせるのにもっともっととなってしまうのは、ここのどこかで奇跡の恋愛を信じてるのかもしれませんと。うん。奇跡の恋愛。えー、多分ね、稼ぎがしっかりあった50代ならば、奇跡じゃなくても恋愛はバンバン起こせると思いますね。私もそういう50代になっていこうと思います。モテる50代ですね。あ、でもモテると言っても私はね、奥さん一筋で、奥さんに最大限モテることを心がけていきますけどね。私どっちかっていうとね、 この年になったらですけども一途にもすすごく美しさを感じてるんですよ。それまではたくさんの女性を囲えることっていうかねたくさんの女性をと付き合えることが、まあ、男の勲章かなと思ってましたけどちょっと価値観変わりまして <laughs> まあ、一人に身を捧げるのもなかなかいいなと思っているところですねもちろんねたくさんの人にモテてたくさんの女性に同時に応えることができるそういった男の技量も素晴らしいと思いますよ まあ、モラル的に道徳的にどうこうってことはありますけども、でも、そんなことはね、モラルや道徳に判断されることはないです。当事者がとっても幸せを感じていれば何よりですからね。はい。では、戻ります。え子供は二人とも成人しているのに幼い時しい限りです。また楽しい動画を期待してます。ありがとうございましたということですけども、お二人とも成人されていてね、とっても立派な人生を歩まれてきたんじゃないかなと思います。コメントをいただいた ST さん。私もね、ST さんとは気が合うんじゃないかなと思ってますね。 こういうコメントをね、いつも書いてくださると、私も励みになります。これからも、私なりの恋愛観を、勝手ながらね、お話していきますんで、もしね、共感する部分があったら、本、う、当、ん、また感じていただきたいかなと思いますし、違う部分があったらね、またこれも、違いを認め合っていきたいかなと思います。それぞれの人生、それぞれの幸せがあると思います。ただ、女性を粗末にしないこと、女性の時間を大切にすること、それだけは私は心がけていこうかと思います。それでは、失礼します。ありがとうございました。